金融動物園。長期積み立て分散。前に SNS では全世界株にだけ投資しておけば大丈夫とか、 S&P500 でいけば絶対儲かるなんて言われてる話をしましたけど、投資の世界で絶対はないですからね。今日は僕もこんなの持ってきましたよ。おお、これは投資信託の純資産ランキングですね。実はこのランキング大きな特徴がありまして。何何？いずれも株オンリーで構成されているんです。株オンリー？ダメなの？いろいろな会社に分散しているように見えますが、実際の中身は株のみの運用をしている点でリスクは高めと言えます。分散のレベルとしてはまだまだですね。こちらをご覧ください。いろんな資産があることはお伝えしましたが、年によってリターンは全然違いますよね。最近は米国株が人気ですが、必ずしもずっとリターンが1位ということではないんです。そして常にリターンとセットで考えなければならないことはリスクです。リスクリスクってうるさいな。いつも言っているのにすぐに忘れちゃうから言っているんです。現実にいろんな資産に分散投資を行っていきましょう。ちょっとこれを見てください。かつて投資といえばハイリスクハイリターンな個別株が主流だったんですよ。 A 社にかける、俺は B 社と一蓮托生という時代ですね。そういえば白って200色あるらしいけど、個別株は星の数ほど世界にありますよね。なんだいきなり流行ってるもの持ち出して、しかも滑ってるし。これはリスクとリターンを表した図です。縦軸はリターン、横軸はリスクを表しています。縦軸はリターンが高ければ高いほど上、リターンが低ければ下、横軸は右に行けばリスクは高く、反対に左に行けばリスクが低いといった具合なんですね。近年はさっき紹介した S&P500、 全世界株式なんかの株式のみの投資信託が人気ですね。個別株よりもリスクは低いが、商品によってはリスクが高すぎる場合があるので、中身は要チェックです。あー、わかるわかる、確かにリスク高いですね。一方で債券は比較的ローリスクローリターンな投資先として有名なんです。実は10年くらい前は投資信託の純資産ランキングがナンバーワンだったんですよね。安心大好き。この株式と債券を組み合わせることでリスクを抑えてバランスの良い資産の運用を行うことができるものがあるんです。あ、分かったぞ。同じリスクの中でも最もリターンの高い最適解のみを炙り出し、株式のみよりリスクを抑え、債券のみより高いリターンが狙える、そんなウェルスナビ。2023年2月から投資開始可能額を引き下げて1万円から自動で分散投資をやってくれます。うわー、ファンタスティック。あの富裕層がやっている資産運用が始めやすくなったのね。自動で分散して資産運用してくれるから安心。今日はグラフを丁寧に説明してくれたので、株式だけの一本足打法は気をつけようと感じました。何回目の誓いでしょうか。株だけの投資信託は真の分散とは呼びにくいというところは押さえておこうと思います。それではまた。